ハロー、ミキだよ。じゃあ自己紹介しようか。はい。はい、ボーカルのレズです。ギターのヨーマです。ベースのラマルです。ドラムのケントです。お願いします。お願いします。お願いします。そんな僕たちザ・ウィンキングオールなんですけど、何そんなザ・ウィンキングオールなのかはあれだけど、今から説明、ウィンキングオールはですねっていう説明は一旦置いといて、あの5月11日にファーストフルアルバム、はい、ブルーミングをリリースします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、あのバンドにとっても初のフルアルバム12曲入りってことで、すごいボリューム満点っていうんですか、そういうすごい曲の飛んだ幕の内弁当、幕の内弁当美味しいです。すごい美味しい作品になってると思うんでね、あのぜひ買って聴いてもらいたいですね。本当にご賞味あれ。そしてアルバムをリリースするということは、まあアルバムはまあそうなんだけど、こうすごいね、本当いろんな見どころ、もうちょっと喋ろうよ。そうだ、すごいいろんな聞きどころがある作品なんでね、ぜひ買ってしっかりこう聞き込んでもらいたいなっていう感じがするよね、やっぱヘッドホンで。うん、確かに、まあ本当いろんな聞き方ができる、いろんな人にこう聞く人によってもこういろんな受け取り方、受け取り方っていう感じですか。そういうのができるよね、きっと。ぜひ聴いていただきたいです。です。今だ。そして聴いたらみんなに会いに行きます。行きます。ツアーがありますっていうことですね。はい。行きます。5月11日にリリースしまして、5月17日から。17ブルーミングツアーっていうのがね始まりますね、まあ北は北海道、南は九州、まあ長崎か福岡か、もうちょい行くかな、もうちょい、そうですね、楽しみだね、楽しみですね、そうですね、ツアー、まあ、かなりねタイトなスケジュールなんですけどね、結構大変そうだよね。大変って言っちゃダメでしょ。もちろん楽しみなんですけど、大変そうだけど、こう初めてそのツアーこんだけみんながうちらを待っているんだよ、多分、待っててくれるかな、そう待ってるから、それをね、スペシャルサンクスも一緒に回してくれるし、そうなんですよ、バチバチですね。バチバチで投げていきたいと思います。そう、それで6月の17日にね、ちょっと空いてセミファイナルっていうことで、ね、東京であるんですよね。はい。オーウエストで。オーウエストです。それもぜひ関東の皆さんはね、遊びに来てほしいですね。はい。お願いします。で、ツアーファイナルっていうことで、6月の26日に。僕らウィンキングオールを結成した地元群馬の高崎クラブフリーズでツアーファイナルやります。まあ本当ね、久しぶりだよね、群馬、ケントが入ってから初めて、僕フリーズやったことない、フリーズ初めて、フリーズ初めてなんで、そう、本当に久々のツアーファイナルで初めて、ね、やれるとちょっと予想外でしたが、楽しいスケジュールはここら辺に持ってると、これやりたいんだけど、やりたいんだけど、ぜひウェブサイトもチェックしてみんな遊びに来てください。お願いします。します。まあ、アルバムのね内容についてはね、こうゲキロックさんのインタビューを見てもらえれば、はい、いろいろ制作のこととかもね語ってるんで、興味のある人がいればそっちもぜひお願いします。お願いします。あとは何か言いのかしら、ラマルさん何かある？今回のツアーはザ・ウィンキングオールでした。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。